瀬戸石ダムは、熊本県足北郡足北田町と熊郡熊村の、境、一級河川、熊川、水系熊川本流に建設されたダム。高さ26.5メートルの重力式、コンクリートダムで、電源開発の発電用ダムである。同社の水力発電所、瀬戸石発電所に送水し、最大2万キロワットの電力を発生する。子に橋を発し、 人吉盆地、八代平野を経て、八代海へと注ぐ熊川は、流域全体で約20カ所の水力発電所が立地し、合計最大60万キロワット以上の電力を発生することが可能となっている。急峻な地形にして、降水量が豊富であり、日本三大急流の一つにも数えられている。1949年、当時の日本発送電が、瀬戸石ほか数地点の調査、 測量に着手。1952年9月、人吉盆地より、下流の熊川中流域が、発足間もない電源開発株式会社の調査河川に指定され、1953年2月に調査所を人吉に設置し、同年12月の第13回電源開発調整審議会を経て、瀬戸関地点が正式に着工する運びとなった。水力発電に、 有利な条件を持ちながらも、当時の熊川では、流域全体でも、約13万キロワットの開発に止まっていたのは、鉄道、漁業、流以下だといったものに対する保障に、多額の費用を必要としていたことによる。1955年2月17日に、水利使用許可が下り、1956年9月29日に、本工事を着工した。試行は、 西松建設が担当。工事中6回の洪水襲来を乗り越え、1958年9月10日に、瀬戸石発電所が運転を開始。総工事費は36億6500万円であった。瀬戸石ダムは、堤高26.50メートル、堤町長,長139.35メートルの重力式コンクリートダム。熊川を挟んで左岸の城と右岸の熊村に、 またがっており、足北町側に事務所及び発電所を設けている。発電所建屋は、半地下式、タイヤ式で、発電用水車として立軸カプラン水車を採用した水車発電機を1台設置。最大134立方メートル毎秒の水を取り入れ、有効落差17.15メートルを活用し、最大2万キロワットの電力を発生する。そのカプラン水車は、 当時としては、記録的な巨大さであった。発生した電力は 8.6km の瀬戸一線を通じて、九州電力高の瀬支線へと送電する。漁道は2001年年度に設置されたもので、形式はアイスハーバー型、全長は約 430m であり、そのうち約 300m がトンネル及び暗渠となっている。トンネル式道としては、日本最大級であり、 併設された川の、とっとっと、館では、魚道内の生物を観察できる。なお、熊本県は、熊川総合開発事業の一環として、1954年12月に、藤本発電所を、1960年3月には、市房第一、第二発電所をそれぞれ運転開始した。藤本発電所は、瀬戸石ダムの下流に位置し、戦後の電力不足を背景として、 熊本県企業局が最初に完成させた水力発電所であったが2010年3月に運転停止し、取水元の荒瀬ダムは2018年3月に撤去を完了した。ダム撤去による熊川の河川,の河川環境改善に向けた動きの中で瀬戸石ダムの存在は未だ課題として残されている。令和2年7月号直後の瀬戸石ダム空撮2020年7月3日から4日に かけての雨雲の動き、瀬戸石ダムは放流設備として、高さ14メートル、幅15メートルの水門を5門を設置し、6000リッター、片メートル毎秒の洪水に耐える設計である。1956年に設定された基本洪水のピーク流量は、人吉で4500リッター片メートル毎秒、八代市萩原で5500リッター、片メートル毎秒であり、当時としては、 誘導のある設計であった。1960年に完成した市房ダムは洪水調節を行い計画校水流量を人吉で4000リッター片メートル毎秒、萩原で5000リッター片メートル毎秒とすることを目的の一つとしている。しかし、1965年7月に計画校水流量を上回る大洪水が発生。 梅雨の後期に見られる前線の停滞で豪雨に見舞われ、人吉市では市街地が浸水し、20戸余りが流される被害を受けた。これを受け、基本降水のピーク流量が、人吉で7000リッター片メートル毎秒、萩原で9000リッター片メートル毎秒へと引き上げられた。治水対策として、流域内の施設で洪水調節を行い、 人吉で4000リッター片メートル毎秒に抑える計画があったが、川辺川ダム建設事業は2009年9月に中止となった。2020年7月豪雨により人吉は過去最大級の水害に見舞われた。瀬戸石ダムでは7月2日に発電を停止し、7月4日早朝時点でゲートを全開状態とした。放流量は過去最大を更新する見通しだという。 2019年の台風19号を機に、熊川水系では新たに5機の利水ダムが治水に協力することとなっていたが、今回の豪雨は突発的なものであったため、隔離水ダムでの事前放流が実施できなかった。後日、現地を訪れた報道機関によって、瀬戸石ダム周辺に流木や土砂が堆積していること、天馬の道路が冠水しずれが生じていること、 管理棟や予備発電施設、さらにバックアップを担う移動式発電装置なども浸水し、危機的状況となったことが報じられた。ダムが決壊危機との報道に関して、電源開発は7月18日にプレス発表を行い、管理用道路のズレはダム本体に影響を及ぼすものではないと説明。道路を通行止めとしたこと。 浸水したサイレンが未復旧であることなどについて注意を呼びかけるとと,ともに公表の遅延を陳謝した。2021年2月19日、電源開発は令和2年7月豪雨時のピーク流入量が推定約1万立方メートル毎秒であり、そうした中でも放流操作は適切に実施したと発表した。河川水位の上昇はダム下流協作部に起因するもので、 ダムの影響による大幅な水上昇は認められないとした。洪水吐きゲート全開、発電所停止状態は継続。浸水で故障したダム下流放流警報設備は2021年5月末までの復旧を予定しているという。一方、ダムの影響による水上昇があったとする市民団体の主張もあり、熊本県は 電源開発に対し引き続き説明責任を果たすよう要請した。2002年、国土交通省の定期検査で大差の進行により、安全性及び機能への影響が認められ、直ちに措置を講じる必要があるとされる A 判定を受けた。熊本県は2014年の推理県更新時に、その点に触れ、迅速かつ的確な対応を求めていた。しかし、 その後も2017年まで延べ8回連続して定期検査で同じ A 判定が示された。電源開発は瀬戸石ダムの大差に対し毎年1回以上起こりうる2000リッター、片メートル毎秒以上の出水時においてダムの水位を低下させ土砂を下流へと流す通り差、廃砂運用や河川流量が減少する冬に土砂の掘削、 搬出を行うといった対策を講じているとしている。搬出した土砂は土木工事に用いられるなどされているが、地元ではダム下流の川床低下に対する懸念から土砂を河川に還元すべきだとの声が上がっている。セット石発電所に関するカテゴリー、ありがとうございます。